はい、どうもお疲れ様です。 TIE ルーでございます。今2月2日の2時なんですけれども、公式の方からシーズン8のアップデート情報、パッチノートの詳細が公開されましたので、今回はそちらの方を読み上げて解説していこうと思います。で、今回読み上げがメインの動画になるんですが、明日2月3日の明朝3時にアップデートが入りまして、アップデート後の演習場での検証とかまた明日動画にして公開しようと思いますので、今のうちにチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ早速パッチノート見ていきましょうか。はい、でまずは新レジェンドヒューズの追加ですね。こちらはトレーラーとかで認識されている方多いかなと思うんですが、パッシブはまずはグレネーダー、こちら1スタックごとに手榴弾を2個持てるパッシブと、手榴弾をより早く遠く、そして正確に発射するという2つがパッシブになってます。手榴弾を2つスタックできるんで、他のレジェンドより多くグレネードを持つことができるというパッシブですね。で、戦術アビリティはナックルクラスター、こちらもトレーラー乗ってますが、敵に当てると敵がノックバックを食らってエイムしづらくなったり、あとは敵のレジェンドが設置した、オブジェクト、例えばブラックマーケットとかを破壊することができるという、そういう戦術アビリティになってます。で、ウルトはマザーロード、こちらもトレーラーで見た方多いかなと思うんですが、炎の壁でターゲットエリアを囲む爆撃をするというものですね。続きまして、新武器1330リピーターの追加、こちらもトレーラーとかで見てる方多いかなと思うんですが、こちらロングボウと G7 の間のような武器になってまして、ダメージは一発当たり42ダメージで、 ADS 中にチャージすることができて、チャージショットは57ダメージになってます。で、通常のショットのヘッドショットは74ダメージ、チャージショットのヘッドショットは100ダメージという、そういう結構ね優秀なダメージモデルになっております。ただ実際の使用感とかよくわからないんで、明日アップで入り次第演習場でお見せします。あとはキングスキャニオンのマップが大きく変わっております。こちらは前の動画で解説しましたよね。で、どんぐらいマップ変わったのっていうのは公式のホームページで見れるんで、そちら参照していただければいいかなと思います。はい、で、伝説の雑誌ということで、もうめちゃくちゃ面白い週刊雑誌かなと思うんですが、これマガジンのね、ご翻訳になっておりますね。レジェンダリーマガジンということで、金のマガジンになってますね。こちら前も紹介しましたけど、金のマガジンはですね、紫のマガジンと弾の数は同じです。で、効果は武器を撃った後、サブウェポンに切り替えてる間、メインウェポンが勝手にリロードされますよっていう、そういう機能が備わっておりますね。弾の数は変わらないです。で、ゲームプレイの改善ということで4つアップデートが入っておりますね。まずダメージカウンター、これ大きいですね。プレイ中に今どんだけ自分がダメージを与えたかっていうのがリアルタイムに表示されるんで、もうすぐダブファンいけるとかね、そういうのがね分かるようになっております。あとは弾薬をピンすると、現在の弾薬数が味方に表示されるのかな。例えば10発しかないとかですかね。だからね、味方に弾をリクエストしやすくなりますよね。あとは色覚異常の更新、色覚異常の設定が有効になっている場合、回復と復活は色覚異常のルールを従うようになりましたということですね。実は自分色覚異常が患ってて、赤があんまり見えないんですけれども、これは結構ありがたいですね。ちなみにぷよぷよでは紫と青の違いがあんまり分かりません。あと、キャノンスキンの伝承戦でもちょっと翻訳がよくわからないんですが、そのレジェンドのバックストーリーに重要なスキンに関しては、スキンの、説明が追加されるっていうことですかね。ごめんなさい。これはちょっと、アップデートが入ってから見てみましょう。はい、じゃあ、レジェンドの調整見ていきましょう。まず、レイス弱体化ですね。ヒットボックスが大きくなります。具体的には、胴体と足の領域が、増えるということですね。こちらが古いヒットボックス、こちらが新しいヒットボックスになっておりますね。それでも、弱体化してもそれでも打撃は受けにくいままですということで、まだまだ強そうですが、これは実際にアップデート使ってみないとわからないですね。はい、次ランパート、シーラの角度が120度から180度ということで、もうすごいですね。180度だからもう完全に右から左までね、シーラを回転させることができるんで、射角足りへんということはねないというわけですね。これは非常にありがたい修正になってます。はい、次ありません。あと増幅バリケードが強化入ってますね。今までって増幅バリケードを立ててる間って一発で食らったら壊れちゃったんだけど、これから45ヒットポイント分は耐えるというものですね。これかなり強いです。これのせいでランパートが使われなかったまであるんで、かなりランパートは強化されてると思います。ちなみにランパートは使用率とかが最下位らしいですね。当たり前です。はい、ホライゾン、これめちゃくちゃ弱体化食らってますね。まず、グラビティリフトのクールダウンが25秒に増加したんですが、さらに重力リフト、グラビティリフトが消えた後、さらに15秒のクールダウンタイマーが開始ということです。これどういうことですかね。25秒に1回使えるのか、それとも25秒プラス15秒の40秒かかるのか、これちょっと弱すぎる気がしますが、ちょっとアップデート来てからじゃないとわからないですね、文字だけでは。とにかくクールタイムが増えるということです。はい、で、オクタンですが、強化されてます。で、昔、オクタンのジャンプパッドって、ジャンプパッド乗る瞬間にジャンプボタンを押すと、スーパージャンプというすごく高く飛ぶね、方法、裏技があったんですけれども、そちらが復活します。
まず奥端、立った状態でジャンプパッドに入ると以前できたスーパージャンプの速度と弾道でジャンプできるというものです。かつしゃがんだ状態で奥さんのジャンプパッドに入ると高さは低くなるんだけど遠くまで飛ぶことができるってことです。つまり立った状態でジャンプするとめっちゃ高く、でしゃがんだ状態でジャンプするとすごく遠くにジャンプするっていう2種類のジャンプ方法が追加されたというね、結構面白い強化に入ってなってますね。あいつクリプト、アークスターをドローンに固定する機能削除、これめちゃくちゃ強かったんですよね。今までドローンにアークスターをくっつけて敵に突っ込んで爆破するっていうとんでもない技があったんですが、それがなくなったということですね。まああれちょっと強すぎましたね。あとローバなんですが、ブラックマーケットで未開封のケアパッケの中を盗めるようになったというものです。これ非常に強いですね。次コースティックなんですが、コースティックが死んだらガスが全部なくなるというものです。まあ今までね、コースティック倒した後ガスが残ってデスボックスあされへんとかあったんで、それがなくなるということですね。はい、非常にありがたいです。あれ誰も得しないですからね。あとミラージュようやく足音が出るということで、デコに足音が出るんで、これミラージュめちゃくちゃ強くなります。前回のパッチノートで足音が追加されるみたいな話あったんですけど、なぜか追加されなかったんで、今回追加というものですが、またねアップで明日入るんですが、明日アップで入っても足音出ない可能性全然ありますよ、リスポンなんで。はい、次武器の修正点見ていきましょう。まず、フルアタッチメント武器、今回は301リピーターモザンビークロングボスピットファイヤーとなっております。はい、で金バレー削除みたいですね。戦利品プールとありますけど、これもしかしたらなんすかね、保管庫から出てるんですか、それとも完全に削除ですかね。多分、ゴールドマガジンの代わりに完全に削除でしょうね。そもそも、銀バレルと紫バレルってあんまり反動変わらなくて、マズルフラッシュを軽減するって機能やったんですけど、マズルフラッシュってそもそもアップデで、1年前ぐらいかな、ほとんどの武器でマズルフラッシュがあんまり出なくなったんで、ゴールドバレルって必要性がないっていう状態やったんですけど、まあ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 。それで削除ですかね。はい、でダブルタップ削除で代わりにアンビルレシーバーが追加ということですね。なんでフラットラインと301が非常に、まあ、強くなるは言い過ぎですけどね、まあ別の使い方ができるというものですね。はい、まあ、ダブタはもう別に誰も使わないよね正味エヴァも G7 も。はい、でボルト、これ超弱体化いってますね。あのレートの武器でダメージが1減るってことは相当ダメージ下がりますね。代わりにオルタネーターが強化いってまして、ダメージが15から16に増加してます。はい、スピットファイヤー、これ結構強いですね。ダメージが19に増加されてるんで、非常に火力が高くなってます。あの火力であの継戦能力、フラットラインと同じダメージなんで結構えぐいですね。その代わりリロード速度が 0.4 秒増加して、からのリロードも 0.547 秒増加してるんで、まあ、少し、まあ、ちょっと取り回しが弱くなるっていうものですが、その代わり火力が上がってるっていうね、まあちょっとライトマシンガンらしい感じになってますね。はい、でエヴァが何ですか、これレート上がってますね。2.0 が 2.1 ということで、通常の状態でレートが 2.1 なんで、ボルトつけるとおそらく 2.8 にまで上がりますね。結構エヴァが結構火力上がってるということですね。結構言い過ぎですね、自分。はい、あとはバグの修正がいくつかありますが、まあここで取り上げるほどのものでもないので、公式のパッチなど見ていただければいいかなと思います。というわけで以上ですね。今回そんな大きなアップでめちゃくちゃ入ったっていう感じではないですが、まあ以上となっております。っていうか昨日の動画で紹介したセンチネルのホップアップに関して説明がないんですが、あれはテスト版やからやったのか、それともまた明日アップデ後に何かセンチネルに関してわかるんでしょうか、ということで、こちら気になる方ね、チャンネル登録して明日の射撃演習場での検証動画お待ちください。じゃあ今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。